よいよセレモニーが始まる。何？心配はいりません。手は打ってあります。指導者がいなくなれば、集団の力は失われるものです。もっとも、タイミングが重要になりますが、集団の熱狂が強い時には、逆効果になります。指導者を失った集団は、暴走してしまう。バルシノアセレモニーを成功させるためには、優れた指導者が必要となります。兄上、これを。なんだこの光る棒は。サイリウムです。日本のファンは踊る私たちに向けてサイリウムを振って応援してくれました。これを振るのか。こうやって。そうです。お上手です。冷やかすな。この玩具がどうした。開幕のスピーチを兄上が行うか私が行うかによって責任のありかが明らかになるでしょう。これが最後のチャンスです。兄上がスピーチを行うというのなら、私は全力で兄上にサイリウムを振ります。セレモニー会場で。心の中で。ああ。ですから、どうか逃げ出さないでください。兄上がステージの上から立ち去れば、私はどこに向けてサイリウムを振っていいのか、わかりません。兄上を輝かせていたくても、兄上に応援の声を届けたくても、あなたの姿が見えなければ、私は何もできない。何？ご命令とあらば、私がスピーチを行います。ですが、私がスピーチをするのなら、兄上が私に向けてサイリウムを振ってください。私が言葉に詰まっても、私が転んでも、サイリウムを握って私に振ってください。私の心に勇気を与えてください。たとえ兄上を失望させることがあっても、私の本意ではないことを理解してください。いつだってステージの上にいる者たちは、そこにある期待に応えられる瞬間を心の底から夢見て願っているのです。私たちもずっとそういう信頼関係を求めていたはずです。そうでしょう。サイリウムはお前に託す。兄上。スピーチは私が行う。凪は私を応援してくれるか。はい。私に勇気を与えてくれるか。はい、もちろんです。私だけではありません。会場にいるすべての国中、世界中のすべての人が兄上に向かってサイリウムを振ります。兄上は私の誇りです。お前こそ私の誇りだよ。ありがとう、ナミ。情けないな。とても怖い。たった一歩を踏み出すことがこんなにまで恐ろしいことだとは。情けないことなど何一つありません。兄上は今偉大なことをなさっているのですよ。
ようか。はい。なら、よかった。なあ、何？私はきっと後悔しない気がするよ。このセレモニーが失敗して名誉を失っても、私のことが少しだけ好きになれそうな予感がするよ。とうとう今日がセレモニーか。無事に終わったらこっから出してもらえんのかな。アイドリッシュセブンの連中が桜春樹に会えたって話は聞いたけど、ミナはまだ。いいんです、あの人が無事に六夜さんと会えたなら。さくらさんを助けようとしなかった私がさくらさんに会えないのは当然のことなのかもしれません。みな、さっきも何とか出してもらえないか聞いてみたけど、瀬戸ってやつが忙しくて確認できないって。仕方ありません、ここが拘置所ではないだけありがたいですよ。分かった顔して笑うな。俺は合わせてやりてえよ、あんたと桜春樹を。お前もそう思うだろ、トラ。 Wow, you're beautiful。 トラ。 Thanks. Can I ask you a favor?お前こんな時に、ミナがさくらはるきの死に目に会えるかどうかって時なんだぞ。あ、いや、悪い、まだそうだと決まったわけじゃないよな。いえ、子供ではありませんから覚悟しています。ただ率直的に言われて心臓に。やっぱり会いたいんじゃん。なんとか頼んで出してもらおうよ。トラオ、その人に頼んでみてよ。もう頼んだ。え？ここを出してくれないかって。上に掛け合ってみてくれるらしい。なんだ、俺がナンパしてるとでも思ったのか。うん、本当に信用ないな。ありがとうございます、御堂さん。いいよ、お前ら言ってただろ、まだ歌いたい、さくらはるきに会いたいって。この前の夜、お前らの話を聞いて俺の願いは何だって考えた。あまり思いつかなかったが、俺は人を大事にしたい。随分昔にやり方も忘れちまったけど、お前らの願いを叶えてやりたい。適当に歌え、適当に会って終わらせろなんて言って悪かったな。俺には何もない。でもお前らには適当にしたくないもんがちゃんとあるんだもんな。何もないなんて言うなよ。本当のことだ。見てくれを褒められたって俺が何をしてきたわけでもないしな。何かをしようとしてしそびれてここまで来た。大事にしようとしていた何かも忘れて、どうでもいいふりをして、賢いふりをして強い人間のつもりでいた。何が強さなのかも知らないくせにな。トラ。柄でもないな。おかしいだろ。そんなことはありません。誰かの目に滑稽に見えたとしても、私は決して笑いません。あなたの言葉が嬉しいです。ありがとうございます、御堂さん。あ、彼女が戻ってきた。メイドさん、なんて。あ、トラ。
監視付きで出してくれるらしい。よかった。なんでそんな顔してんだ。他に何か言われたのか。さくら春樹は危篤だそうだ。さくらさん、行こう、急いで。アイドリッシュセブンから大事なお知らせ。ああ、今さっき見たんだ。テン、何のことか知ってるか。知らない。番組中にアイドリッシュセブンから大事なお知らせがあります。ツアーの予定の発表とかじゃない。だったら素直に言うだろう。何かあったのかな。リクが体調を崩したのかも。リクに電話。だったら手に連絡来るよ。来ないよ、もう家族じゃない。来るよ、してくれる子だよ、あの子は。ノースメイヤーで何があったんだ。アイドリッシュセブン、大事なお知らせ。誰か結婚するのかな。結婚の気配はなかったでしょう。モモ、なんか聞いてる。あ、いや、でももしかしたらナギのことじゃないかな。え？ナギが出演しなくなってからアイドリッシュセブンは様子がおかしかったから。悪い知らせじゃないといいけど。あ、どうしたのユキ。ナギ君脱退するのってこの前聞いちゃった。ユキ、ダメだよ。さすがにそれは絶対口にしちゃダメだって。イエスでもノーでも言う方は苦しいじゃん。はい、はい、ごめんなさい。それでなんて言ってた。メッツもバンも暗い顔して黙ってた。そんな、嫌だよ、ナギ。もしもし。うん、うん、わかった。それが一番いいと思うよ。世界中からマスコミが集まっている中でアイドリッシュセブンもステージに立つんだ。遅かれ早かれ誰かには気づかれるだろう。だったらあの子たちの口から先に話しておいた方がいい。どんな反響が来るか僕にも全く予想がつかないけど、誠実に対応していこう。任せたよ、マネージャー。ナギ、その衣装で出るのか。衣装って言っていいのか。王子様の服だろ。着替える時間がありません。生放送用のコメントをしたらすぐに会場内に戻ります。時間がやばいならナギが最初にコメントした方がいいんじゃないか。番組放送開始早々に視聴者の度肝を抜いてどうするんですか。ジョークだと思われますよ。順番通りコメントして最後にナギ君が話すのがいいよね。その後は俺らがまとめとくから、ナギッチはダッシュで中に行っていいよ。今は無理だ。緊張しているだけなら深呼吸をするように伝えてくれ。
私のココーナ、ココーナが帰ってきた。ナギ、もう始まるってオッケー。ナナさん、ロクヤさんのコメントの後、あなたが視聴者に向けて言葉を結んで VTR につなげてください。突然のサプライズで不安を覚えても、あなたの顔を見れば安心します。変わらないアイドリッシュセブンの七瀬陸を見せてください。わかった、ナギとファンのために精一杯伝える。頼みましたよ。うん。この瞬間、一年後のアイドリッシュセブンの姿まで見えていた。ブラホアでズールに勝って、知名度と人気でリバーレを退けて、アイドリッシュセブンが日本を席巻し、ゼロの再来になる。偶然がもたらした産物だけれど、私たちが行うのはそういうサプライズだ。メンバーの一人が異国の王子だという衝撃の事実。衝撃で頭が真っ白になった人々は、次の瞬間、七瀬陸のまっすぐなメッセージに心の奥まで打ち抜かれる。沸騰する水のように、高揚と興奮とともにアイドリッシュセブンの名前が刻みつけられる。怖くないかといえば嘘だ。私たちの手に負えない人のエネルギーが押し寄せてくるかもしれない。それは私たちが積み上げたものを全て押し流して瓦礫にしてしまうかもしれない。人気とはそういうものだ。それでもこれはチャンスだ。アイドリッシュセブンが日本一のアイドルグループになる。なあリク、ナギの次にコメントを結ぶ役、俺がやってもいいか？何かあったらナギをフォローしてやりたいし、みんなに伝えたいことがあるからさ。わかった。あ、俺はいいけど、マネージャー、それでもいい？待ってください。今回の件はアイドリッシュセブンにとっても重要な出来事になります。センターの七瀬さんが締めた方がいいんじゃないですか？あ、そうかな。兄さんの申し出はありがたいですが、アイドリッシュセブンの代表は七瀬さんだとちゃんと伝わった方がいいと思います。代表ってかセンターだけど、俺たちの番組を見てる子はそんなことをとっくに知ってるだろう。私たちのファンじゃない、私たちのファン以外が見るんだ。ロクヤさんがノースメイヤの王子だというニュース、 SNS で話題になって皆が番組を見る。アイドリッシュセブンに、アイドルに関心のない人たちも、私たちのコメントも無限にニュースでネットの動画で再生される。その顔は、その声は七瀬さんであるべきだ。なぜなら関心を抱いた人々が七瀬陸の歌唱力と訴求力を目にして、このニュース、いや宣伝は完結するからだ。兄さんに興味を抱いても、兄さんの出演するバラエティを追いかけて終わってしまう可能性が高い。それだとアイドルのアイドルシステムにつながらない。兄さん、すみません。兄さんをないがしろにするつもりはない。でもアイドリッシュセブンがトップアイドルになれば、兄さんだって幸せでしょう。そうだな、わかった。ファンの子もセンターのリクが伝えた方が改まって伝えてもらった気がするだろうしな。でもナギのフォローしたいなんて、ミツキ優しいな。そこまで考え回らなかったよ。ミツキの分まで俺頑張るな。おう、頼んだぞ。はい、よろしくお願いします。ホテルに着いた。急ぐ。
じょう、あっちゃん、はるちゃん、はるちゃんもこのホテルに泊まってたの？違う、さくらはるきに会いに来たんだ。はるきに？既得なんだ。九条さん、会いに行きますか？さくらさんはお友達だったんでしょ？僕は会いたいなら連れて行く。いすみさん、さくらはるきには迷惑かもしれないけど、かつての友達らしいし、俺にとってもあんたはかつての先生だ。今じゃ世界で一番大嫌いなクソ野郎だ。それでもあんたが死んだら泣くよ。あんたは違うの。もういい、行こう。南、足止めて悪かった。イスミさん、ほら走って、トラを案内して。わかった。行っちゃった。九条さん、こんばんは。アイドリッシュセブンです。君とアイナナイトは生放送&総集編スペシャル。過去の放送の中からひときわ面白かった回を挟みながら、ここノースウェイヤからなんと生中継で新曲をお届けします。新曲発表の舞台となるバルシノワセレモニーについてはこの後の VTR をご覧ください。冬のノースウェイヤを満喫する私たちの様子もぜひ。そして、ハロー皆さん、長らくご心配おかけいたしました。アイドリッシュセブンの六夜凪です。私六夜凪から日本のファンの皆さんにお伝えしたい大事なお知らせがあります。私のノースメイヤでの名前はナギ・バルハルト・フォン・ノースメイヤ。改めてお話しするのは初めてですが、ノースメイヤの第二王子です。王子？オーマイガー、王子？ナギ君が王子様？やだ、どうしよう。私のストライクゾーンど真ん中だわ。王子ってあの王子？ですが、これまでもこれからも私はアイドリッシュセブンの六夜凪です。アイドリッシュセブンが大好きです。皆さん、ノースウェイヤに遊びに来てくださいね。わかりました、凪、後でな。 Yes。私はアイドリッシュセブンの六夜凪です。アイドリッシュセブンが大好きです。皆さん、ノースウェイヤに遊びに来てくださいね。
みんな。突然のニュースでびっくりさせてごめんね。俺たちも最近知ってびっくりしていろいろあったけど、7人のアイドリッシュセブンでいたいから頑張ってバルシノワセレモニーで歌わせてもらえることになりました。この後40分後くらいにアイドリッシュセブンの新曲初恋リズムを歌います。この歌をメンバー全員と歌えて本当に嬉しい。すごくめちゃくちゃ幸せです。ナギとイオリとヤマトさんとリツキとタマキとソウゴさんと一緒にテレビの前のみんなにもこの幸せを届けます。相変わらず番宣がド下手くそですね。情報がバラバラで親切な案内じゃない。だけど七瀬さんの感情ははっきり伝わる。それでいい。綺麗な景色、斬新な言葉、派手な色彩、それ以上に人の心を動かして引きずるのはまっすぐにぶつけられた感情だ。これがアイドリッシュセブンの最大の武器だ。心配かけちゃったけど、今日はもう本当パーティーみたいな日です。不安なことや辛いことがあっても仲間がいれば乗り越えられるって、全部なくなっても不幸にならないって、ファンのみんなのおかげで俺はすごく幸せだってたくさんの出会いの中で知りました。最後までぜひ見てください。お楽しみに。アイドリッシュセブンに何があったんだ。40分後か。いいなあ、ノースメイヤに僕も行けばよかった。アイドルはいつもそう、僕がいない場所で楽しそうにしてるんだ。できましたよ。作曲家の夏目みなみを生んだのはあなたです、さくらさん。どうかまぶたを開けて。喜びを知りました。あなたといる時間が楽しかった。ずっと続けていたかった。それなのに、ひどいのは私です。別れを怖がって、あなたを見捨てて。
レモニーが始まった。テレビをつけておくか。ええ、さくらさん、さくらさんの歌を六夜さんがアイドリッシュセブンが歌いますよ。はあ、楽しみだな。本日はバルシノワセレモニーにご参加いただきありがとうございます。私がこのノースメイヤの伝統ある儀式を復活させようとした理由を説明する前に、皆さんにお話ししたいことがあります。私はノースメイヤの王子として生まれ、祖国と家族に誇りを持っていました。そして初めて世界地図を目にした時、こう言いました。ノースメイヤ、この小さな国が、あの大きな国をもらったらダメ？ニュースが理解できるようになってからは、世界のニュースに耳を澄ませました。しかし、誰もノースメイヤの話をしません。この大きな惑星の中で、美しい小さな北の国、私の愛するノースメイヤは、さして重要ではないのかもしれない。その事実は幼い私を落胆させました。ではノースメイヤに生まれてこなければよかったと後悔したかというと、それも違います。ノースメイヤは世界に誇る素晴らしい国です。私たちの偉大な祖先が築いた大地に美しい自然が広がり、優しい堅実な人々が暮らしています。音楽を愛し、芸術を愛し、人の心が生み出す文化を大切に守りながら、神に感謝し、歴史に敬意を払い、厳しい寒さの中で愛する家族や友人と支え合う喜びを決して忘れることのなかった。世界で最もたくましく、勇敢で慈愛に満ちた幸福な国です。その喜びを素晴らしい音楽とともに、敬愛する国民の皆とともに分かち合うために、バルシノワセレモニーを開催いたしました。幼い私を落胆させた世界地図の上にある小さな国は、今夜眩しい太陽のように光り輝いています。私も今目を輝かせています。素晴らしい日を皆さんと迎えることができて大変光栄です。ノースメイヤを愛する人々が幸福な時間を過ごすことを願っています。最後に、開催に協力してくれた友人、家族、ここに集まってくださった皆様に心から感謝を伝えます。ありがとう。
私が握っていましょう。とてもとても素敵でした。心から兄上が誇らしかったです。生徒殿下、素晴らしいスピーチでした。皆も聞き入っておりました。生徒殿下の気持ちと誠実さが伝わる最高のスピーチでした。涙で前が ありがとう。ここまで来れたのはお前たちのおかげだ。言葉にできないほど感謝している。生徒殿下がハグをなさるなんて。今夜も乾杯しなくちゃ。次はお前の番だ、ナギ。お前の仲間たちと一緒に歌を聴かせてくれるのだろう。サイリウムを振るよ、心の中で。はい、どうか見ていてください。兄上の応援に応えます。なぜウインクした？ファンサです。行くぞお前ら。おお、やってやろうぜ。他の国のやつらには負けてられねえもんな。病室で聞いてくれているさくらさんのためにも、私たちの姿を待ち望んでいる日本のファンのためにも全力で歌いましょう。うん、さくらさんにファンに聞いてもらおう。お待たせしました。頑張ってね。ここではサイリウムは触れないけど100人分の拍手をするよ。今やって。今？ハイタッチしよう。マネージャーも一緒に。よし、せーの。7人に戻った。完璧なアイドリッシュセブンだ。国とか王子様とかなんとかなったね。なんとかなった。俺たちすげえ。そうだ、すげえんだアイドリッシュセブンは。 Are you happy?アイドリッシュセブンです。そんな風に挨拶するステージじゃなかった。いつもと違う雰囲気の中で俺たち7人がステージに並ぶ。でもみんな喜びを隠しきれなかった。歌いたくて仕方ない、一緒に踊りたくて仕方がない、そんな気持ちにあふれていた。聞いてください、アイドリッシュセブンで初恋リズム。俺の歌
の趣味が変わっ、はあ、君の冗談は前からあまり好きじゃない、元気かい？ああ、いや、違うことは見ればわかる。寂しくなるよ。仕方がないさ。楽しかったね、高まさ。ゼロと君に出会えてよかった。たくさんの曲をありがとう、ハルキ。僕と一緒に同じ夢を見てくれてありがとう。俺の夢まだ聞こえるよ。あそこで響いてる、ハルキ。さくらさん聞いてくれ、あなたに届いてくれ。さくらさん、あなたの曲で育った私たちの歌を今世界中に響かせてみせる。一つ一つのメロディーが僕らにたくさんの感情を教えてくれた。歌うことは気持ちいいって教えてくれた。どんなに明るい歌でも泣けてくるような胸の震えが走っていく。それはあなたの歌がずっと私たちのそばにいたから。一緒に幸せを探していたからだ。ありがとうございます。アイドリッシュセブンでした。私に友人ができたら、私はずっと友のそばにいよう。そばにいてたくさんの愛で満たそう。ソルバルドとも兄とも友達になり損ねた私だけれど、いつかもし友人ができたら、俺もいるよ。どこかに行ってしまう友人なんて、いらないよ。ナギにも、そのうちわかるよ。どんなに離れていても、俺はナギを思ってる。ナギのそばで、見守っているんだよ。ハルキ！さくらさん、握ってあげてください。さくらさんはもう、ハルキ、私だ。聞こえるか？ハルキ、昔たとえそばにいなくても見守っていると言ってくれたね。あの時は分からなかったけれど、今なら分かるよ。ハルキの言葉は、ハルキの歌は、ずっと私のそばにいて、ずっと私を見守っていてくれたよ。ありがとう、ハルキ。私を支えてくれて、優しくしてくれて、ありがとう。あなたに会えて幸せだった。ハルキが大好きだよ。これ
これからも私のそばで見守っていて。日本に帰って春樹の曲を